日本近畿地方大阪府大阪市北区天神橋筋商店街天神橋筋商店街入り口のゴム会人形のモチーフアーケードの様子天神橋一丁目天神橋筋商店街は大阪府大阪市北区にあるアーケード商店街天神橋一丁目から天神橋六丁目まで南北 2.6km600 の店舗が軒を連ねる日本一長いアーケード商店街である 医療品店をはじめ、飲食店、娯楽施設が軒を連ねる、各商店街は、地名に倣って、町名商店街のように分類され、例えば一町名商店街は、店1、三町名商店街ならば、店3というように略称が用いられる。一町名から六町名までの連合組合はない。三町名商店街は2006年5月に、頑張る、商店街77選に選ばれた。 商店街は南から北へ1丁目から7丁目となっており、すぐに市を並行して走る地下鉄境筋線で例えれば、2丁目が南森町駅、4丁目が大木町駅、6丁目が天神橋筋6丁目駅と1丁目から6丁目まで地下鉄2区間分ほどの長さになる。天神橋筋は大阪天満宮の門前町として発展してきた。 商店街で大阪三大市場の一つの天満主の市場も近くにあったことから庶民の盛り場として大阪切手の賑わいを見せていた。1931年に市場機能が大阪市中央卸売市場に集約されてしまい大型店の出店構成、地下鉄と阪急電鉄の相互乗り入れでターミナル性を失ってからは苦境に立たされたが各商店街では 魅力ある商店街を目指して巻き返しを図っている。商店街の起こりは江戸時代初期の1653年頃に約 2.3km の青物市が立ったことに始まる。その後、この通りが大阪天満宮の表参道として繁栄し、交差する寺町通りに並ぶ多数のジーニアの参拝者でも賑わった。さらに、 大阪市中における青果物の取り扱いをほぼ独占していた天満青物市場を中心として発達した。古称、別称は十丁目筋商店街で、現在も地元では十丁目と通称される。これは江戸時代から1872年まで天神橋の北詰が天満十丁目という町名だったことに由来する。江戸時代の町名としての天満は、 大川の北岸に、東から西へ一丁目から十一丁目下半まであり、天神橋の北詰めが、ちょうど十丁目だった。天神橋筋沿いは、南から天馬十丁目、宮の前町、又次郎町、摂津国町、渡屋町、夫婦町、池田町という町名で、現在の天神橋五交差点付近が北限だった。それより、北側は百八十七年に、 西成郡川崎村から編入された地域にあたる。商店会は、かつていくつもの団体に分かれていたが、強い結束と商店街活性化の必要から一つに、まとまり、イベント用に貸し出すレンタルスペース、おかげ館が作られるなど、様々な試みが行われている。その中の一つとして、万歩み城の発行が行われている。万歩み城とは、 商店街の両端の店舗にスタンプがあり、両側の店舗でスタンプを押すことにより、日本一長い商店街を、端から、端まで、すべて歩き切ったたことを証明する症状のことである。万歩み城の名は、万歩に由来し、商店街では、天神橋筋商店街の約2600メートルの距離を歩数で表すと1万歩に相当するとして、商店街を完歩した。 感謝状として、万歩状を発行しようというアイデアが出て、商店街が、天馬宮の参道であるところから、万歩み状になったものである。記念に挑戦する人も多く、年間、約2500人に、万歩み状が渡されている。天神橋筋商店街では、人通りの増加に伴い、自転車と歩行者との接触事故が多発するようになった、ことから、商店街側が、 自転車の通行規制を大阪府警察に要望。これを受け道府警は2014年1月31日以降に天満駅南側において時間帯を区切っての自転車の通行規制を実施することになった。この告知は歩行者の頭上型ポスター、適宜アナウンスで元阪神タイガース川と構造をキャラクターに行われている。 天神橋六丁目商店街と大阪市立住まい、情報センター2600メートルから1万歩一歩、あたりに換算すると、実際の歩幅は、約26センチメートルになる。ありがとうございます。